どうもレゴラジです。こんなコメントいただきました。ワンワンさんからですね。ワンワンさん？父さんだね。このシリーズ地味に好きなのでまたやってほしいですということでね、リクエストにお答えしていきましょうか。2023年1月10日に撮ってる動画ですね。こちらね、1月10日に行ってきた動画になります。中古レゴ探しの旅、2023年度版始動でございます。今日からまた中古レゴ探していこうかなと思っております。ぜひね、この動画見る前にチャンネル登録、あとね、動画への高評価、役に立つこともね、ちょいちょい言っていくと思うのでね、役に立ったらね、高評価も押していただきたいと思います。今回の動画は、中古レゴ探しをするにあたってのね、心構えとかね、こんなことあるよとかね、あとはコツだったりね、そんなことをだらだら話しながら、映像はね、中古レゴを探してる映像となっておりますので、ラジオ代わりに聞いてもらってもいいかもしんないね。で、ちょいちょいね、買ったものがあればね、間に画像を挟んでいく、そんな感じのスタイルになります。ぜひね、ラジオ代わり、レゴラジオなんでね、ラジオ代わりに聞いてもらえたらいいんじゃないかなって思っております。まだ年末に買ったレゴとね、お正月に買ったレゴがね、全然消化できてないのでね、本来ならばそっちを組み立てて動画にしていきたいところなんですけどね、リクエストもいただいちゃったしね、やらないわけにはいかないよね。でね、理由はね、リクエストをいただいたっていうだけじゃなくて、そろそろね、年末で買い取ったレゴがね、売り場に並んでくる頃でもあるんだよね。レゴってさ、買い取ってから売り場に並べるまでちょっと時間かかると思うんだよね。でね、毎年そうではないんだけどね、だいたいね、このぐらいからポツ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 いいのが出てくるんだよ。これはもう長年の経験から言ってね、間違いない事実ではあるんだけどね。買い取りが多い夏休みとか、あとは年末大掃除だよね。あとは、春のね、引っ越しとかでね、出たね、断捨離だよね、もう春もね。その後にね、中古レゴ、中古レゴだけじゃないんだけどね、本もそうだしさ、服とかもそうだよね。他のおもちゃとかね、CD、DVD なんかもね、この時期ね、ポツポツ出てくるんだけど、どうしてもさ、レゴってさ、出品ね、出品っていうかな、売り場に出すのに時間かかるよね。売り場見てさ、なんつうの？お店で商品になってる形を見てもらえばわかると思うんだけどね、こんなに手間のかかる商品はないよね。ということでね、期待を込めて今回もブックオフ巡り行っていきたいと思います。まずはね、これね、横浜市の瀬谷区だね。レゴラジがね、いつもお世話になっているブックオフというか、中古のね、なんつうの？中古の、専門店っていうか、なんつうのこういうの？中古店？ワットマンっていうのがね、神奈川にはあるんだけど、そこね、本はね、ブックオフとかやっててね、おもちゃももちろん、全店じゃないのかな？全店じゃないか。ブックオフとワットマンに分かれてるところもあったりね。いろいろあるんだけどさ。そんなことはどうでもいいんだよね。とりあえずね、いつも行ってるお店なんだよ、ここ。で、あのね、たまーにだね。1ヶ月に1回ぐらいいいレゴがあるかな、経験上ね。今回もね、いいのがあるといいなー。ということで、行ってきます。はい、行ってきました。売り場の感じはね、こんな感じでね、お正月に来た時と変わったところはね、ないかな。ちょっと追加されてたね。なかなかね、価格がね、微妙なラインをね、攻めてくるんだよね。でも、ジャンク品はね、ここ安かったりするんだよ。めっちゃ高かったりするんだけど、基本的にはね、知識がない感じは受け取るよね。受け取られるよね。なので、たまにお宝発見できるし、すげえ高えなーってね、いいのあってもすげえ高えじゃんこれ、とかね、なったりするんだよね。で、ここね、基礎版いつも安いんだよね。多分ね、そういう価格設定をこれは決めてるんだろうね。で、画面に映ってるのはデュプロだからどうでもいいとして、どうでもよくはないけどね。品揃えは、こんなもんだよ。中古レゴ。
これでさ、この中でいいのがあったら買うみたいな感じなんだよね。だからね、ほんとね、中古レゴ探しはね、運とね、あとはもう足で稼ぐ、これに尽きるんだよね。たまたま行っていいの見つけたなんてことはね、ほんとごく稀だと思うんだよね。やっぱりね、何度も何度もいろんな店行ったり、何回も何回も同じ店行ったりして、買いそびれないようにすることがね、お宝商品とか中古レゴを買うコツになってくるのでね。まあ、レゴラジ動画見て、いつもいいの見つけていいなーとかね、コメントいただくんですけど、そんなことは決してなくてですね、結構大変。結構まめに見に行かないと買えないんですよ。そんでいいのを見つけた時に動画にして紹介にしてるので、いつもいいのばっか見つけていいなーってなってるだけなんだよね。実際はそんなことはないんです。てな感じで、ブックオフのセアなんだっけね、セアなんとか店ではね、二つ買ってきました。今画像で紹介したやつはね、買わなかったんだけど、昔の古いジャンクレゴを一つ、あとはね、キャンペーン商品の、組み立て済みの商品かな、車のやつ、それを一個買ってきました。それはね、今度また動画で別で紹介しようかな。今回はね、中古レゴ探しの旅、ラジオ編だからね。役に立つでしょ、少しは。じゃあ次の店行きましょうか。っていうかね、映像では向かってるんだけど、次はね、戸塚だね。戸塚駅にはね、2店舗、東戸塚には2店舗ブックオフあるんだけど、片方はね、おもちゃちょっと置いてあるけど、レゴはほとんどないので行かないで、オリンピックっていうね、スーパーがあって、まあ、その中にね、3階建ての建物の中にブックオフが入ってる。ちょっとね、結構大きい店だね。神奈川県では大きい方の、結構大きい方だね。でね、品揃えもね、すごいお店なんだよね。ちょっとそこ行ってきます。はい、到着しました。ブックオフ東戸塚オリンピック店というお店ですね。3階にて営業中って看板出てるよね。ここはね、駐車場はね、何時間か無料なんだよね。なので駐車券は持ってかなくても確か大丈夫です。ここね、ほんと気をつけてね、駐車券ね、こういうお店はね。で、ここのお店の特徴は、とにかく売り場は広いんだよね。で、レゴ売り場もしっかりあるんですよ。ただね、ここ何回も紹介してると思うんだけど、とにかく高い。もうほんと高いんだわ。びっくりするぐらいね、やりすぎだよっていうぐらい高い。で、未開封の商品がね、全然ないんだよね。なんかもう組み立て済みとかね、ジャンク品ばっかりいっぱいあって、箱と説明書があっても高い。もう全部高いんだよね。でもね、なんでじゃあここ高いのに行くのかっていうとね、たまーにね、ごくたまーに、ジャンクのとこでね、お宝があるんだよ。それはね、なんか理由はわかんないんだけどさ、他のはみんな高いのに、これだけなんでこんな値段なのっていうのがあって、偽物とか思うけどね、ちゃんとレゴだったりするんだよね。なのでね、この店はね、やめられない。あとはね、ミニフィグコーナーがね、たまに充実してるんだよね。なのでね、多分ミニフィグ抜いてるんじゃねえかなと思うんだよね。ミニフィグとブロック分けて販売してる、そんなイメージを持つお店だね。はい、ということで行ってまいりましたがね、まあ言った通りね、高かったね。というよりもね、
前回見に来た時とほとんど変わってなかったかな。まあいいのがあったらね、売れちゃったのかもしんないけどね、一瞬でね。でもやっぱここは高いね。多分大きく方向転換してもらわないとね。全然売れてないと思うよ。この袋詰めもそうだしさ、箱の方もさ、めっちゃ高いんだよね。で、袋の方にはほとんどミニフィグ入ってなくてね、ミニフィグコーナーがちゃんとあるんで、そっちに行っちゃってるのかもしんないね。で、ガラスケースとかもね、写真ないけど、さ、ちゃんとあってね、その中もね、いいミニフィグとかね、いいセット入ってるんだけど、基本的にはね、なんだろうな、中古相場ね、メルカリとかアマゾンとか見てても、それよりもちょっと高いぐらいなんだよね。多分売れないよね、これね。まあ、探してる人はね、いくらでも買うっていう人が中にはいるかもしんないけどさ、基本的には高い。で、子供たちがさ、これ見て買おうとしてるのを見るとなんかね、俺は心が痛むね。高すぎるわ、ちょっと。でも、稀にお宝がある。だから、ここにはこれからも通う。ということでね、今回のレゴ探しの旅はね、なかなかいいの見つかったけどね。まあ、紹介するまでもね、もんばっかかな。5個ぐらい買いました。買ってんだけどね、結局ね。でね、この先ね、あとね、5店舗ぐらい回ったんだけど、全然ダメだった。ダメだった。これから出てくるかもしんないし、もう売れちゃったかもしんないよね。年末買い取った分。もしくは買い取り全然なかったとかもあり得るよね。ただね、これからもね、豆にちょく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 中古レゴ探しやっていきます。もちろんね、こんな感じの旅動画でいいんだったらいくらでもね、いくらでもやりますのでね、コメントください。あとはね、知りたいこととかね、あれば、私が知ってることだったら全然出し惜しみせず教えますのでね、ぜひコメントに書いといてください。今日はもうダメだったなぁ。さあ、レゴしよう。ということで、最後に動画への高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。本日もご視聴ありがとうございました。おつらじ。あ、そうそう、大事なこと言うの忘れてた。マイクラ、ゲームのマイクラ始めたんでね、そっち見てもらってもいいですかね。見てコメントそっちも書いてもらえるとね、第2話まで完成したのかな。で、今第3話作ってる途中だからね、ぜひよろしくお願いいたします。それでは、おつらじ。